皆さん、こんにちは、こんばんは。レコドリームです。毎分、どん、毎分、何、言う言葉言うのができた。レコドリームです。はい、のレコです。はい、ということで、前回に続いて、今回もやってきたと思います。前回は、ホワイトの部分入れて硬化して、終わりまで行ったと思うんですけど、これまたね、ピンクを足しました。で、これ、で、こっから出します。あ、でもなんかベタベタしてるな。ごめんなさいね、もうちょっと硬化します。しっかり硬化しないと。ちょっとね、なんかベタベタ感が、残っているので、で、それで、この後、こういう、アルコール、持っている方はアルコール。で、ちょっと、溝のところから、スッスッと吹きかけて、入れていきます。何度も見て。カーリーの、これ全部作るように買ってあるんだけど、ちょっと作る暇がない。で、結構もう溜まってるので、結構何種類かあるので、これも大変だな、作るの。作るの結構大変かな。ちょっともういいかな。はい。では、これで、こっち側はちょっと開くから、この中から一旦、アルコールを入れてみます。ちょっとね、こっち側がくっついてる。おー！真っ白！これ、ちょっと待って。これ、地方弾できないのかな？薄いね。薄い。あー、結構薄いな。ヒート入れるより、猫ちゃんに穴開けてはやだな、でもな。どうしようか。どうする？ちょっと待って。まずバリを取ります。ちょっと待ってね。バリそうでもないか。ハサミで切ればいいか。あ、持ってくるの出た。あ、こっちがでっかいのか。持ってきてないけど。あ、こう。ちょっと、これは違うもんね。あ、難しいとこだな、これ。どうしようか。どうしたらいいかな。どうしたらいい？シートンじゃダメか。
バリもそうでもなかった。どうしようかね。いや、せっかく可愛いんだけど、まあ、いいだ、ちょっと待ってね。それよりも、まだやることが。お耳に、やばいやばい。お耳入れられるかな、これ。ちょっと、なんかこう、どうなのこれ。おみみちゃん。で、ちょっと待って。待ってね。待って。あ！ちょっとここ一回飛ぼう。一回飛ぼう。あ！この辺までいいぞ。だから、かわいい。これぐらいでやめといた方がいいかもな。こう書きます。お耳効果が終わったら、あとは目とかですね。ひげはちょっと入れられない。入れられるかな。ちょっと怖いんですけど。どうなることやら。はい、効果が終わりました。あ、かわいいですね。で、あと耳と目、鼻を作りたいと思います。もうそれはね、これを、このまんまの直接、乗っけちゃおうと思います。あ、ちょっと待って。黒目って変だよね。ちょっと待って、猫の目って、あ、どうだ。猫の目って、ちょっと待って。この、
難しいね。ちょっと待って、ここ難しいね。猫ちゃんってさ、どういうあれだったっけ？あ、これね、こういうのってどういうの細いペンだな。これしか方法ないもんね、だって。ちょっと待って。ああ、ちょっと待って。蓋持っちゃった。蓋がついた。難しい。ちょっと待って。どうしようかな。ちょっと待ってね。この上でもいいな。待ってね。ここ。で、難しいね。ここをこう色変えていいのか。いや、太くなる。太くなる。
がでかくなりそう。うん、猫ちゃんの目が。うん。ちょっと待ってね。あのね、ちょっと気を抜くと、ちょっと。あれ、こんな目大きかったっけ？こっちの目が、あ、大きいんだ、ここが。勝ちすぎちゃうと、いっちゃうし、なんかこういうのって、難しい。絵が心得なんて何からさ。いや、絵は好きだけど、絵はね、大好きなんだけど、と、こんな感じ？なんか違うとこがいかない。こういうあの、ん？何の音？エアコンが止まったんだ。12時間だから、すると、止まるんだよね。
うわ、熱い。あ、エアコンが。何時間ごとにエアコンが止まるんですよね。ちょっと待って、ここに。なんでこんなくぐるのか。待ってね。お掃除する。こんな、真っ昼間に、お掃除されても困る。これでダメかな？こっちにしてみようかな。ダイソンの、ダイソンの方がもっと太く感じる。で、絵心ないな、ほんとに。あ、これやる前に硬化すればよかった。また取れちゃう、子が。周りが。じゃあ、これ周りを、ちょっと一回これで一回硬化します。なんかあんまり良くないけどね。あんまり良くないよ、あんまり良くないけど、目、猫の目って、猫の目ってどんな目だっけ。私あんま猫飼ってないし、猫の動画もあんまり見ないから、頭に覚えてない。
あの、猫ちゃんの動画は、たまに見たりするんだけど。どうしようかな。猫の猫を、黒目でいいよね。はい、ちょっと固めました。多分これで取れないであろう。多分取れないでしょう。で、こっから、なんだけど、ちょっと待ってくださいね、エゴコーがないからな。目が怖い。ちょっとね。まあ、でもね、絵の周りを描かないと猫が目って。ちょっとこれで、硬化します。はい、どうしようかな、これね、ぺったんこなんで、ヒートンは無理だってことが分かった。ので、ただヒートンをするなら、ヒートン、あれだな。中ピンにしようか。中ピンで、ヒートン代わりにして、服の上に、ここに置いて、ちょっと待ってね。これを、こうやって、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。何をしたいかっていうと、要は、ツーピンだと、このまんま入れてても、すぐ取れちゃうと、思うんですよ。だから、それを、取れなくするために、じゃあどうしたらいいかって、いうことなんだと思うんだけど、これを、そこ、ここ混ぜちゃった失敗したけど。ちょっと中ピン変えよう。
クーピンを、混ぜるのを、作りまと、混ぜるのを作りまと、と説明になってないですね。今、言いますね。と、これを、ちょっとこう、あ、もうちょっと長めがいいか。いや、あんまり長くてもな。と、これを、半分にします。これを半分。で、ちょっと待ってね。で、これを、よいしょ。よいしょ。これで、カットします。よいしょ。これで、カットします。うん。で、ここに、こういう風にカットし、半分に折って、混ぜたところでここでカットして、これをつけます。いや、やり方っていうかわかんないけど、これ、じる。ほんと。止まってね。そしたら、ちょっとこれを、不安定なので、ちょっと、どうするかな。こういう時こそ本当はね、シリコンとかがあると、耐震マットとかが、あった。そう言ったら出てきました。耐震マット。耐震マット。はい、耐震マットの上に、これを置きます。あ、ちょっとね、やっぱね。あ、こっち、ちょっと待って。これね。どうしようかな。なんか、こうやって、で、どうするよ。ここに置くんだけど、ここに置くときに、動いちゃうから、なんか、どうしようかな。厚紙ぐらいしかできないんだけど。これで、難しいよね、これね。よいしょ、よいしょ。いや、ちょっと待って、これじゃ、無理かな。こうがいいかな。こうやって、すんごい中の、下手が、私ほんと下手なんだよね、こういう、やり方っていうの。
あ、ちょっと待って。いや、これね、無理だな。これはね、ちょっと待ってね。動いちゃうから、まず、こうやって止め、ゴムで止めて、これをここに置く。で、まあ、ちょっとこれをここに置く。ああ。難しいですね。こういう時なんか置いたらいいんだけど、これ?いや、高いんだよな。高さが高いのよ。ちょっとホワイトをここに付けます。あ、固まっちゃった。早く使わないと。で、あ、ちょっと待って。で、これを乗せていきます。ああ、どうしよう。真ん中に置きたいのよね。で、あ、そっか、この息があるの、ああ。ちょっと待って。この、これ綺麗に拭かないと、ほんと。で、ちょうど、この上にもうちょっと、ホワイト持ってる。で、隠す。で、まあ多分、後ろも後で、あれするから、で、硬化します。後で、コーティングしちゃうから、いや。すいません、ちょっと手間がかかってた。猫の顔もなんかいまいちあんまり可愛くないけど、なんかどうやったら可愛くできるのか、わからない。
どうやったら可愛くできるのか。絵心がないからも。いや、昔はあったんだけどな。っていうか、やっぱり、よく真似てたんだよね。メーテルとか。そういうのを真似てばっかりいたから。これで合格して、あと、表面と裏をコーティングします。裏は、レジン液でつけていくか。いや、ちょっと待って、そう思ったけど、なんか、ここだけ、ぽっこりっていうのが、気になるから、もう一回、裏もホワイト入れようか、もう一回。とりあえずこれで借り。効果はできたから、あと、これあんまり意味なかったけど、そしたら、そしたら、ちょっと、待ってね。ホワイトを作って、ちょっとね、固まったところがあるけど、いや、この塊も入れちゃおうか、ここにね。で、ちょっと待ってね、あと。ここのリボンの部分も、つけたいと思っているので、リボンもちょっと作ります。で、そしたら、ホワイトを、伏せていきます、また。
とこれでこうかな。このままこうかしまう。ちょっと持ってないと危ないので、これで多分ツーピンが隠れたと思うので、これでツーピンが、まあヒートンがしてた方がいいけど、ヒートンが使えないときはツーピンで、ツーピンそのまま刺してもすぐ多分こうかしてもポコって外れちゃうと思うんで、外れないように引っかかりをつけないといけないんですよね。そうするときにあの方法が役立つと思います。いや、これは、ほんと適当に作ってるけどね。適当すぎるかも。なんか猫の目とかが、ちょっとね、気になるんですけど。はい、そしたら、まあ、ちょっと、なんかここがぽっかりだな。じゃあそしたら、ここもリボンも、塗り入れましょうか。よいしょ。リボンもつけます。リボンも塗ります。よいしょ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ここ全体的に。ちょっと、手すりかなってちょっと思った。ですよね。で、このままこうかします。なんか、リボンの形がどんどん、なんか変わってきてる。まあ、後ろだから、あんまり、まあ、後ろでもね、あんま良くないんだけどね。これでこうかします。よいしょ。そしたら、これを硬化している間に、飾り丸カンを当てていきます。当てておきます。で、まあ、本当は、このままでもいいんだけど、なんか、あれかなと思って、飾り丸カン打ってます。
あ、やば。カレー忘れた。よし。ここなんか汚れたな、私ね。汚れた、ピラッと。私さ、自分でやっててさ、こんなに YouTube アップしてて、なんかこう満足いく作品になってないんだよね、いつもね。私だからさ、こうやって喋りながら作るのって、逆に向いてないのかなって思うときある。集中力して、作ってた方が、向いてるのかなと。で、思うときがあります。で、コーチングします。このコーチング剤は、ルスターグロスのから出ているコーチング剤です。このコーティング剤は、ルスターグロスで、え、ルスターグロスかな？もうね、忘れた。どこ？ルスターグロスですね。いろんなね、コーティング剤も、最近、最近っていうか結構前ですけど、角栄工房さんのコーティング剤使ったり、だからなんか、いろいろ。で、これは結構サラサラしてる方なので、はい、で、硬化します。サラサラしてるからね、結構流れてきちゃうんですよね。すぐね。だからしっかり。テキパキとやってかないと。テキパキ。なんか、私レジン向いてないのかな？最近なんかそういう風に考えちゃいますね。なんか、応用が下手なんですよ。何でもそうなんですけど、基礎はできても、応用が下手なので、いろんなそのアイデアを、浮かべるというか、なんかそれがちょっとね、下手なんだよな。だからなんか、こう、いまいち、販売もうまくいかないしな。レジンさえやめようかと思うぐらい、考えちゃいますね、なんか。自分に向いてると思ってやってきたけど、なんか向いてないのかなって。よいしょ、取れました。ちょっとね、顔が怖いですけど。なんか、クーじゃなくて、
グレーとこの方が良かったかもね。これ。今度作るときはグレーにします。設定忘れちゃうんだよね。忘れてまた食う作ったりする。忘れてグレー作ったりするんだよね。なんでも耐震マットが出てきたの。びっくり。急に。はい。で、これで、まあ、とりあえず、コーティングまで行きました。で、うん、ちょっと、こんな、ちょっと裏がなんか、大丈夫かな？いや、ちょっとこれ、ちょっと待って、なんか納得がいかないから、レジン液でやってもちょっとダメだ。いいや。これはあの、売り物じゃないことにします。で、さっきこちらの、ヒートじゃないや、飾り丸感をこれにつけて、つけてって入るよね。あ、よかった。入んなかったらどうしようかなと思ってた。で、これにつけて、待ってね。平屋とこが、右側の奥にあるから、手が交差してこんがなってる。ちょっとなんか向いてないのかな。出るね。できました。ちょっと、可愛く、しましょうか。なんか、コーティングしちゃったけど、なんか、可愛く、全然、顔が可愛くない。可愛く、いっか。今回はね、この作品初めてなので、ちょっと、これ、このままでいっか。あ、なんかここに、白いのが垂れちゃってる。耳はね、意外とうまく、この透明、ピンクがうまくいきました。かわいい。だけど、目が、下ですね。ただ、一つ思ったのは、これって、これパジコさん、パジコさんじゃなかったっけ？これと、これが、着色ライティックって、まあ、パジコさんだったって、売られているものなんですけど、私思ったんですけど、ダイソーで売られている、こっちの方が、私は好きかも。こっちよりこっちが、とんがってんのよね。細いんですよ、方が。この違いわかります？だから、こっちの方が、メーカー君はこっちの方が良かったのかも。ちょっとこっちは、もうね、何回もこれ使ってるから、レジン液とか、が張り付いちゃってる気がする。金箔もくっついてるし、もう取れないんだよね。なので、これだけじゃんじゃん使うから、これだけ汚くなっちゃって。はい。ということで、今日はね、ちょっと、今日もなんですけど、簡単のような難しかったような、ちょっと、絵心があって、なんか猫ちゃんの顔がうまくいってないと思うんですけど、こんな感じになりました。いかがでしょうかね。こういう猫ちゃん。はい。ってことで今日はね、本当に可愛く、今度作るときは、もうちょっと、やっぱね、これが、こう、毛があるように見えるようになってるから、
かペルタネコとタムネコ、なんかこう、もうちょっとこう、なんか可愛くしてあげられるといいのにな。どうしたらいいんでしょう。なんかアイデアあったら教えてください。はい、では今日の動画は以上です。いつもご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画まで。またねー。